はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル、2週目というか2回目というかなんというか魔術師でやっていきたいと思います。まあ普通に進んでいきましょう。一応順路を通っていく感じで、で効率が良ければ少しショートカットとかも使ったりして、これは魔術師で、お強い、いいね。あ、ちなみに魔術師ね、ある程度練習はしてあります。でこれね、ロックオンしてないとね、敵にね当たんないんですよね。弓矢みたいに精密射撃みたいなのがあるわけではないので、げ倒せねえ。こいつ一発で倒せないか。これゲットして、向こうのはまた後で来ましょう。犠牲の指輪なんで今は特にいらない。ここから当たる？当たるね。よし、遠距離攻撃できるっていうのがでかいよね。ここもいけんじゃないか。よし、割とサクサク今のところは。でネズミちゃんも一応倒していきますか。だとね、武器がねダガーなんでね、ダガーをどうするか。あ、しまった、エストビン強化してね。よくある。ちょっとエストビン強化しにひもり目のところに行きます。でエストビンを強化して、よし強化 OK で戻りましょう。地下よ、地下じゃなくて用水路みたいなところまで行きます。OK、浄化市街、ここも進んでいきましょう。ちょっとどうやっていこうかな。アイテムとかはね、なるべく回収しながら進んでいきたいので、まずここちょっと飛び降りちゃう。ポトッと当たらない。ちょっと、ここはダガーでいこう。近すぎると当たんないんだよね。盾をね、あとカット 100% の盾にしたいんだけど。でこのアイテムを回収してソウルか。でこっち側で、ここもダガーでちょっとチクチク攻めますか。痛い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 。強靭度とかは弱いからな。で何にもないから下に降りちゃっていいかな。でアイテム回収して、ここはね結構敵が出てくるので仕方しよう。登ってくんの？登っては、ここは狙える？狙えるな。当たる？ちょっと近すぎる。いいね。いや遠距離はね本当にいいよね。でここから多分最下層が見えるんだよね。まあ、ひとまずここの人間性だっけ、これ人間性をゲット。あ、まだ1匹いたか。消えな、ザコが。ああ、アイテムがあったけど、いいや、どうせ大したもん落とさないでしょ。でこいつも当たらない。危ねえ。ちょっとね術の発動まで時間があるんで、その間にダメージを食らっちゃう可能性があるところが魔術師のきついところ。あと間合いね、間合い測るのが難しい。でこれも回収してソウル、階段を登っていきましょう。こっちとか行けないよね、もう分かんない。でドラゴンが出てくるんで、まあ、大したあれではないんですけど、ここが厄介だな。弓を撃ってくるやつがめんどくさいんだよね。この距離だったら頭に直撃。先にあの弓を排除しときたい。外した、いてー。ゲッ、倒せない。なかなかやるな。あれ盾を構えてたのかこいつ。
で、弓くんはもうこのまま、いや、ダガーで排除しよう。いや、全然弱えわ。しかも、エスト飲まれてる。ちょ、待て、あぶねえ。回復寸前のところで倒せた。で、ここをブックマークして、レベルアップしとく？あー、待って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 、お買い物したいんだよね。まだ初期レベルだな。まあ、いっか。魔法は金がかかるね。あいつを倒す。倒せない。マジか。飲まれる前に。よし。威力上げときたいな。いや、いろいろやりたいことがある。金がとにかく足りない。こっから狙えるかな。よし、OK。あいつも倒す。いけるか？ゲー、障害物に当たった。なんだ、魔法防御力が高いのか。いや、ガードされてんだな。ここ開けて、ちょっとダガーに変えとこう。あれ、敵がいるかなと思ったらいなかったっけ。こっから狙える？狙えるんだったら狙っていこう。それがもう魔術師の特権だ。飲まれるけど2発当てれば、連発すれば、飲んでるときゲちょ待って、あれが外れたんだけど、ロックが。これも盾構えてるからな。いや、でもゴリ押しできるか。さよなら。いいね。サクサクいけるよ。今のところまだ最初のひもり目の魂を取った以外は死んでないからね。こいつどうする？障害物があるんだよね。障害物があってさ、この距離当たんないか。この距離くらい。で、1500円。民家の鍵っていくらだったっけ。あとダガーも変えたいんだよね。民家の鍵は1000円で買えるか。よし、買っとこう。ショートソードが欲しかったんだよな。ショートソードっていくつ。筋力8でしょ。筋力最初10あるから、あ、10じゃねえ、9あるからね。ハンドアックスとかクラブとか無理か。強化クラブは12必要だな。まあ、でも最終的には16まで上げると言えば上げるんだよね。スピアか。スピア、ウィングドスピアってなんだっけ。どれくらいで使えるんだ。最悪ウィングドスピアでいきますか。ウィングドスピアでチクチクついていく。ツバイは無理でしょう。ツバイ24だもんね。そこまでは上げてらんない。13、15か。まずはウィングドスピアの13、15を目標に上げて、そこから威力とかを上げていこう。最終的に筋力は16まで上げるんで、その過程で使える武器があればそれを使っていこう。だ、ここは民家の鍵だけで OK。 あとは1体ずつ排除していく。ソウルの矢の本数だね。30本だけだったらちょっときついな、やっぱり。あと60本あればなんとかなるんで、太矢はまだいいか。もう戻ってる時間もないからな。投げナイフ、ここは狙える。なんかいるね。さよなら。こっから向こう行けるかな。ちょ、向こう行ってみたいんだよね。行けるんだったら行ってみよう。よし、 OK。 で、ここはどこだ。ちょっと盾を構えながら、ここだ。ここだのあれが分からん。あー、あそこにアイテムがある。狙えるやつは狙う。頭上からの魔法攻撃。あ、ここにもアイテムがあるね。あ、ライトクロスボウ。これさ、1周目取ってなくなかった。1周目絶対取ってなかったな。割とアイテムを見逃してるからね。ああ、なるほど、これ最初のところか。最初のところで多分こっちがあったんだね。で、こうやって行って、あ、なるほどなるほど。で、ソウル取って、あいつらロックオンできない。こっからロックオンしてぶっ倒したかったのにな。スタンバイしてるよ。 あそこにいるね。いや、ここから狙えない。これもう落ちるしかない。あ、でもこっからだったら
いてひどい。まあソードのやり一発だし。あ、いって後ろにいるとは卑怯なやつだ。エストは飲んでおくか。これでもう33本ってことは30本だったらあと3本しかないってことでしょ。あれって結局こっちから戻んなきゃいけないの。まあ、このね亡者を倒して経験値がどれだけあるかって言われたら微妙なところではあるんだけどね。まあ、最初はこういう風に稼いでいくのもいいでしょう。ソードの矢はあるからね。近い。これで全員。いや1周目だったらさ、もうなんか最後の方で1体倒しただけで2000とかだったからね、黒騎士。それ考えるとな、ここまた復活してるね。ちょ待って、ロックオンなし魔法は無理だからね。あれ、いつの間にか人間性が1個増えてるな。たまーにね敵を倒してると人間性が増えるんですよね。じゃあちょっともう一回かがり火やっときますか。レベル上げられるかな。技量12、技量を先にウィングドスピアと同じところまで持っていきましょう。技量15。結構きついな。それまでずっとダガーだからな。おい、あいつに気づかれた。痛い。よし、進んでいきましょう。こっちだよね問題は。どうする、あの火炎筒をやろうとか。狙えないな。ちょっと一回中に入っていけるか。ローリング、逃げろ。ほら、いや縦でガードされてる。いや近い。栄翔が始まったら多少動けんだよね。よし、ヒットポイント少な。本当になんだかんだで50本。ほら、直撃すれば82で倒せんのか。当たんない、この距離当たんない。いやマジか、ダガの出番だ。切り刻む。ここなんかアイテムは、あ、これなんだっけ、黒い火炎壺か。火炎壺系な、どうだろうね。あんまりちょっと俺使い方が分かってないからな。ちょっと1体1体慎重にいきましょう。1体ならで上に登って敵も排除していきます。ほら、ケツに。よいしょ。あと歩かれるとね、結構ね外れるんですよね、走られると特に。行って、こっから来んの。これもダガで行く。待ってこんだけジャンプ力あんだよ。火炎壺で、これはソウルで、これこっち側とかなんかさ行けそうな気がするんだけど、危ないことはやめておきましょう。で民家の鍵使って、ここは黄金松ヤニか。黄金松ヤニの使いどころだね。ウィングドスピアとかって松ヤニで強化できるのかな。当たる、あ、当たんなそう。ここはよし、75、微妙に倒せない。エスト飲まれるかな。2発連発しとかないと。あいつどこ行った。まあいいや。ちょ待っていいって。失敗するとさ、これ超厳しい。ゴリオス
3回だな。4回必要か。あいつエスト飲んだ。もう30本しかない。亡者兵士の鎧。いやこういうのも無理だからね。あそうだ、ここ、これが来るんだ。でこいつダガーでいくか。ちょっとほいほいほい、無理だ、倒せねえ、倒しきれねえんだけど。でしかもさ、カット率100じゃないからさ、微妙にダメージが残るんだよね。あ、かけら手に入れた、やったぜ。でこことか、まあ開けるだけ開けとこう。ハベルとかどうなんだろうな、魔法で倒しきれんのかな。ちょっとソウルの矢がだいぶ減っちゃってるね。で結晶トカゲは買っておこう。やっぱりデュティカル、ほい、ちょ月か、マジで無理だね。倒しきれ、倒しきれ、倒しきれ、倒しきれた。やった、塊ゲット、結構でかい。じゃあデモン戦に行きますか。これちょっと上のやつらは排除しておく必要がある。下でソウルの矢で普通に遠距離で戦ってた方がいいよね。でちょ待って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 、魔法唱えてる暇ある？ほい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 、ちょ待って待って、ほいほい、2発ずつで、ちょ待てい、お前は。いやもう多少食らいつつ回復して、ソウルの矢が28本か。一回落下ダメージを取るっていうのもありかな。ダガーの落下ダメージが超弱そう。これ上から来るんで、はい来ました。とりあえず逃げよう。一回落下ダメージを入れよう。でその後距離を取りつつ、さあ来なさい、とりゃ、まあまあか。で変えて、あ待った待った、変えてねえし。おギリギリ振りを誘発してからの、これ大丈夫じゃん、この距離は75、微妙な数値だな。よし股をくぐって後ろ、尻尾とか取れないよこれ。金のガーゴイル戦とか、あれ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 、よし、一応ひるみは取れるんだ、何発か出れば。これをリングして確実に距離を取って、これ待て待て待て、よし、相手がこう、ちょ待て、あと一発でいける。一応ノーダメはノーダメだな。距離を取りつつ戦えるっていうのがやっぱでかいね。人間性と機関のコッペン、ソウルの矢が14本。いややっぱり買っといてよかった。3000か、ただ進みは早い。この1回目でどこまでいける？もう割といけそうな気がするね。ソラールさんには会っておこう。魔術だとな、最悪積む恐れがあるけど、俺の場合うまくないから、最悪白ファンを呼ぶ。はい、ありがとうございます。もう一回話しとく、さよなら。ソラールさんどうする、金のガーゴイル戦読んどく。あとここだよね、突っ走っていけばなんとかなるっけ。走れ走れ、うわっ、ガッツいけど、ギリ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 なんとかなった。5000ソウルあるからな。
これはレベル上げに使おう。よし、ショートカット開通してからのこれで、レベルアップ、技量が15だっけ、で筋力13とかだっけ。いや足りねえ、技力全然上げてないけどね。ウィングとスペア13、あと1か。ちょっとここはレベル上げしよう。よし、これで筋力13になったんで、ウィングとスペアが使えるようになりましたね。盾だな、盾ちょっと欲しいな。ウィングとスペア、これで一応なんとか盾蓄ができる。まあ、基本は魔法でいくけど、ちょっと人間性使っちゃおうかなんとなく。聖者に戻ろう。よし、どういう顔してんの。おお、まあまあまあ女性っぽいね。で登って、クレイオアとかが上にあるんだよね。でもまあ軟禁じゃないんで、とりあえずこいつらを倒したら下から行きますか。やってそうだけ稼いで、で飛竜の剣は今回は取らないです。取るメリットがない、そもそも使えるかどうかわからないし。強引だな。猛者兵士兜、ほら痛え。この距離は当たる。で問題ここだな、ちょっとこいつらは狭いからめんどくさいんで、確実に盾蓄していきましょう。いて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 、スタミナがないんだ、やばい。毒耐性もないなこれ。あ、スタミナが全然ない。あれなんかある、あ、わけじゃないか、なんかアイテムが落っこってるかと思ったけど、そういう感じではないね。やっぱ回復はこまめにやっておきますか。 S と5個、不安だな。2発、これ2発連発だな。3発かかるか、まあ、盾構えてるからアーマードタスクめんどくせえ。ちょっと時間はかかるけど、確実に行こう、確実におびき寄せて、ゴリ押し、魔法ゴリ押し。ほらこれ直撃しろ、この距離は当たらない。え、今普通にかわされたのか、無駄よ。もう一匹いなかったっけ。あれか、扉を閉めに行ったんだな。最速でねこれ突き抜けると扉が閉まる前に向こう行けるんですよね実は。まあ、俺もそこまでの例によって技量はないんで、こっからまた強引に攻めるか。よし、ソウルの矢がななくなりそうだな本当に。これソウルの矢打ってるとダメだ、一発確実にもらいながらの戦闘になるね。縦の方がいいのかな。お、こいつは勇ましい。あいつ引っかかってんな、何やってんだあいつ。来そう。はい、誘い頭蓋どうする。誘い頭蓋でね、このアーマードタスクをなんていうの、火のところにおびき寄せられるんだけど、え、盾構えてんの。よし、
応ソウルの矢も当たりそうだけど、まあ、せっかく誘い頭蓋を持ってるんで、まあ、他にどっかで使うかって言われたらちょっと微妙なところがあるんで、これをここに、全然外れたわ。こんくらい？え、来なくね？あ、来た。で、炎にね、焼かれるんですよ。これで結構簡単に倒せるっていう。ほら、こい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 。あとはちょっと、ソウルの矢にしとくか。当たってねえし。あったかそうだな。16か。結構硬いね。どうよ。マジか。あとあっちにも敵がいるけど、向こうには行けないんで、下から回っていきましょう。普通に。そうだね、微力鍛えていきたいね。そうするとやっぱりあっち側へ行くために下から潜っていきますと、ここもちょいちょい亡者が出るからな。そして狭い。こっちとかいるんだよね。だいたいもうお決まりパターン。ちょっと10本になったら槍に切り替える。てかここは槍で切り抜けようか。2発か。ほいっと。ほいほい。スタミナ上げたいな。不明の鍵。あ、ここあれか、ロートリックを助けるやつか。今回で金のガーゴイルまで倒しきりたいな。あそこにあるけど、これってどうやっていくんだっけ。あおー、危ねえ。落下死するかと思った。あれでもソウルっぽいよね。まずはアンドレイのところに行こう。ここ抜けるときに。ソウルだね。ちょっと正面にカメラを回して、よし、 OK。 じゃあ上に登っていきましょう。ここら辺はなんかアイテムとかあったっけ。特にないね。で、なんだっけ、バルデルの兵士だっけ。あいつらがちょいちょいいるからな。まずこっちから行こう。隠密が有効。これ魔法いけるね。40ガードしてくるか。ちょっとこれご利用しすぎるな。縦地区で行こう。げ、そうだ、あれだ、弱っ。甘いわ。お前の甘さよ。死にそうになったらエストを飲む。ナイトシールド。え、ちなみにナイトシールドって使える？お、10。あー、カット100あるね。これにしよう。こっち。お、かっこいいね、ナイトシールドの方が。やっぱね、ダメージカット100じゃないとね、こう徐々に徐々に削られていっちゃうところがね、きついんだよね。ここも蹴ろうとしたのに蹴れなかった。あれ、盾構えてると蹴れないんだっけ。おお、待って、させねえよ。で、ここは右か左か両方来るから、一回チャッとやっておびき寄せよう。魔法でいく。来たか。当たった。
って槍で行こう。あ、待って、これ弾かれる。あいつが来る前にちょっと蹴りをつけたいな。よし、でもこいつ魔法で行こう。ゴリ押す。あと10本、あと9本、ゴリ押そう。アイテムは特になしで、ここまで来ればあの3匹を排除しとけばアンドレのとこまで行けるんで、ウィングのスピアちょっと鍛えたいね。そうするとこれ魔法でいこう。ほい、倒せない。そうだ、倒せないんだ。てか2ってさ、なんか危ない、なんか強い杖とかないのかな。おお、待て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 、やらせん。でこいつはソウルの矢で倒す。太矢が4000円だったっけ。ソウル砕けばなんとか買えるな。この3000円を貯め込んでおいてソウルの太矢を買うか、それともウィングドスピアをちょっと強化するか、まあ、ひとまずかがり火に触れましょう。よし、回復。レベル的にはどれくらい上げられるの。3くらいは上げられる。威力を20とかまでに持ってきたいね。下にいるデーモンってさ、ソウルの矢で倒せんのかな、まあ、やるだけやってみる。死んでもソウル回収できるでしょう多分。それか使い切っちゃおう先に。アンドレちゃん、武器強化、ウィングドスピア、あ、かけられいけるね。ちょっとウィングドスピア鍛えよう。かけらかけらのアイテム、かけらを2つ、うん、2つ買って、で武器強化で OK。 あと2つ買うお金はないから、ここはソウルの矢でなんとかちょっとやりくりしてみよう。安全地帯のこっち、いやマジで大丈夫か。36 え、なんか近づいてきてる。痛え。一発当てての、いや、なんか怖えな。これだ、この位置。60本で倒せるかな。ここ当たる？ちょっと怖い。これやってきたら、こうだ。これでなんとかなるわ。よーし、ちょっと危ない場面もあったけど倒しきったな。2000か、まあそれなりですね。デーモンのくさび、じゃあこれでウィングドスピアを鍛えられるところまで鍛えていきましょう。まずはアイテム、これを2つ買っての武器強化でウィングドスピア3つか。3つ買えるかな。買えない。一回4にしとこう。だいぶ強くなったでしょう。でちょっとショートカットとかを開通しに行きましょう。ウィングドスピアが強くなってるから、あ、レベルアップしとく。威力振っときますか。威力を次20にしよう。威力を20にしたら体力10は欲しいよね。威力20、技量も上げていきたいんだけどな。筋力はまあ
当面13でいいか。で、公爵の書庫が近づいてきたら16まで上げると。いや、やることいっぱいあるな。で、ここやだな。なんかウィングドスピアの力をちょっと見せよう。63、まあ、強くなったな。いて、ほら、ウィングドスピアってどっちかっていうと技量系。お、甘いわ。あいつがいるんだよね、国鉄の騎士みたいなのが。あいつはソウルの矢でなんとかしよう。やってきたところを、ほい、こうかな。2つは無理か。ずっとこれでいいや。首がでかい。おい、待てー、させねえよ。それはさせない。かけら、お、いいね。かけらをくれるのはいいね。そしてサインがある。こんなところにサインを置いてるのか。ひもり目 OK。 あとは上のあいつなんだよね、問題なのは。俺そういや弓持ってねえや。一応これ普通の人のサインだよね。ちょっとその前にあいつを、うお、こっから来んの。合流そう。これだけの本数があればいけるっしょ。うっとうしいな。魔法、あれ、かわされた。当たりません。割とここサイン出してる人いるね。こんなところに出してんのか。めっちゃ裸だし。ちょ、あいつマジでなんとかしたい。こっからターゲット、いっててててできねえか。一応できる。魔法対魔法。じゃ魔法全然効かねえや。あいつ魔法防御力高え。こっちとウィングドスピアで、ほい、あれ降りてきやがった。厄介なことに、待って、今こいつと戦闘中なのですよ俺は。ほら、ついてついてつきまくる。よし、まあ、倒せればなんてことはない。4000円貯めて太屋ちょっと購入しよう。これはこれハルバードだっけ。そうだね、まあ、ハルバードとかそういうのはもう使わないので、ほいほいっと、さよなら。で、仮想の鍵をゲットして開けておきましょう。1000円くらいだったらソウル使えば多分行くと思うんで、ショートカット開通させて、ひもり目の魂を使って、で、ガーゴイル戦か、まあ、ガーゴイル戦っていうかその前の探索、ロートレクとかね、探索しないといけないんで。で、指輪はいや、ロートレク速攻でぶっ殺して超愛と過去の指輪をゲットしちゃいましょう。もうきついはきつい、やっぱりこれだけだと。棺の祭事場に戻りました。あいついるな。あいつをいつぶっ殺すかだな。今はちょっと無理でしょう。一回休んで、そそりにもらう。これ以上そうか、引きがないんだ。ちょっとひもり目のところへ行きます。で、エストビン強化して、
てピンハイムのなんちゃらさんのところにも行きますと。ああ、ちゃちゃちゃ、まあソードを使わないといけないんだ。砕けるもん全部砕いちゃうか。これは9個1800。よし、アイテムを買う。ソウルの太矢4000円、 OK。 魔術師の杖もさすがにいらないから。武器進化とかあんの？ないよね。強化、あ、こいつも一応強化できんのか。かけらが3つだもんね。でここでかけらを売ってるわけじゃないから、魔術師とか弱いんだよな本当に。早々にデーモン遺跡に行って、カボタンじゃなくて、なんだっけあいつ、イザリスのクラーナちゃんの黒金糸を取りたいね。あ、そうだ、ここにアイテムがあるんだ。あとあれ、万能鍵あるからドラゴンゾンビ倒していこうか。ソウル稼ぎにはなりそうだな。このソウルの矢で倒せるでしょう。え、太矢装備してくればいいかな。いやでも行くのがめんどくさい。で進行は上げないんで、アストラの直剣はちょっと使えないですね。進行14とか必要でしょう。今いくつなの？だって進行8だもんな。そこまで上げられないよ。だったらやっぱり履力とか上げていきたい。ドラゴンゾンビはいくつ持ってんのかな。60本でまた倒せるかな。やるだけやってみよう。ロックオンできるね。ほい47。なんかブリっぽくねこれ。あと37か。ギリギリ倒せるか倒せないかちょっとブリっぽいな。ソウルの太矢も用意してこよう。いや、これはまたの機会に。一回戻って魔法セットしてまた来るのはちょっとめんどくさいからね。ドラゴンゾンビのためにアストラの直径を使うっていうんだったらまあ全然ありだけど、今回使わないんでもういいや。あいつはまたの機会。棺の祭事場に帰りましょう。魔法セットしてくんの忘れた。まあいっか。はい、いいな。履力がなんか足りない気がする。なんか落としたわけではない。でもあいつはいないから、ちょっとここは狭いんでスピアで行くか。おびき寄せて、ちょ、チク行こう。ほい、ほら、え、つえ、これよ。初心者やっぱ縦チクが一番よ。よし、排除完了。折れた直剣とかいらんけどね。みんな鳴らしてるね鐘を。またこいつか。こいつは魔法でいこう。ちょ、魔法の火力が最近なんかあれだな、心もとないな。よし、 OK。
で、ここはぶっ壊しておいて、で、こっちのアイテムもゲットして、人間性、そうか、コース倒してるから人間性がちょっと溜まってるのか。そして死んでないからね、何よりも。やっぱダークソウルはな、慣れよ慣れ、死んで慣れろっていう。よし、開こう。で、話しかけて、で、こいつはもうここにいるから、一回棺の祭事場に戻ろう。で、ロートレック、え、どうする、ロートレックを呼んでからロートレックを殺害するか。よし、そうしよう。金のガーゴイル戦まではやつには生きててもらうか。利用価値はある。ちょっとめんどくさいけど戻ります。これでロートレックがね、下にいるはずなんだよね。いなかったっけ、まだ。あ、いるいるいる。イエーイ、太陽のメダル。これでロートレックが呼べるはずなんで、呼んで金のガーゴイル倒して、ロートレック殺害して、超ワイトカゴの指輪をゲットしよう。よし、この流れだ、完璧。で、女神の騎士ロートレック呼びましょう。で、かつソラールさんも召喚します。一般人の召喚サインが出てないですね。まあ別にいいんだけど。ソラールさん、お願いします。そういや、ソウルの太矢またセットしてないな。魔法をあんま使わないからさ、忘れるんだよね、そういうこと。ロートレック、ソラール、さあ行きましょう。俺は後ろからソウルの矢を撃つと。もう尻尾とかもう全然気にしない。カットできないの？カットできた。待って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 、もう行けよお前、何しとる。あ、なるほどね、溜めてたのね。てかダメージ全然当たってなくないか。あ、でもソラール全然あれ食らわないね。あちゃ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 あ倒した。弱い。まあここはね、最悪どうにもならなくなったらこうやって人を呼べばなんとかなるんで。ありがとうございました。1万ソウルか。魔法とかもね、買っていきたいんだけどね。で、あとここはあいつが現れるんだよね。ヒャ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 のやつが、あいつからなんか買い物していく。機関のコッペンはまあそれなりにあるし、呪いだよね。さて、鐘を鳴らしますか。鐘鳴らして、またこれもカットで、ローリングが有効。これローリングで降りられんの？絶景、まあちょっと見えないけど、あれがあれか、千の古城か、向こうが。
っから降りんのこれ。はしごどこだっけ。あ、こっち、あ、こっちか。宣教師だっけ、教会師。もうよくわかんない。ジェスチャーを学ぶ。さあどうした。でアイテム、あー、機関のコッペ7個あるから大丈夫だね。呪いのやつ高いな。因果応報、これやっても使わないんだよね多分。地紙、毒紙、毒紙がちょっと欲しいな。闇村行くときにな、結構きつそうだからな。ちょっと毒紙は買っておこう。ソウルを砕いてでも買う。4つまずこれを砕く。1600か。こういうときにソウルね、砕いていきましょう。どん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 。800か、これ1個。微妙な砕き方になったな。大きなソウル、これ1個でいいでしょう。これが1000か。よし。でアイテム買って、ちょっと毒紙を買います。 OK。 うひゃ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 、ふふふふか。なんかそんな笑い方してたよね、ひゃ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 みたいな。で棺の祭事場に戻りましょう。ちょっと機関のコッペンはもったいないんで歩いて帰ります。よし。で忘れないうちに魔法記憶書3つか。で記憶力15あるってことは、1上げれば多分もう1スロット増えるんだよね。でソウルの太屋も使えるようになった。だソウルの太屋ってねちょっと遅いんだよね、栄翔が。うん、そうだね、これでしょ。ほうのためが1個、ためが1個長い。でロートレック、もうあいつは用済みなんで、これって蹴れるんだっけ。ちょっと待って、間違えた。あ、蹴れない、槍とかにしとかなきゃ蹴れない。蹴り落とすんで。ロートレクちゃーん、あれいなくなってる。あれ、ロートレクどこ行ったあいつ。蹴りとかあるけどロートレクがそもそもいねえんだけど。どっか行っちゃったよ。ちょっと一回終わりにする。あ、いた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 。たまにねこれなんかいなくなるからね。これ蹴って、おい、おいっと、これ下に落っこってくんで。でそしたら一回ロードし直してアイテムを回収しますと。はい、アイテムをゲット。人間性と超愛と過去の指輪、実験性5つもくれるんだ。超愛と加護はもう装備しちゃいましょう。よし、結構増えたな、1メモリくらい増えた。じゃあそんなわけで今回はこれで終わりにしたいと思います。だいぶ進みが早いね、やっぱり2周目だけあって、まあ、魔術も結構強いっちゃ強い。遠距離から攻撃できるのがでかいかな。ただね、慣れるまでちょっと時間がかかりそうなんですけれども、まあ、そんなわけで、次は、仮想の方ですね、行きたいと思いますので、今日はこれで終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。